テスラコイルからの配線ハーネスを細いコードで結束した様子ケーブルレーシングは伝統的に電気通信、海軍及び航空宇宙用途で使用されているワイヤーハーネスとケーブルルームを結ぶための方法。電線保守専門技術者の世代に教えられたこの古いケーブル管理技術はいくつかの現代のアプリケーションでまだ使用されているケーブルの長さに沿って障害物を作成せず、 結束する方法で、プラスチック、または面ファスナーのケーブル体で結束することによる、ケーブルの取り扱いの問題を回避する。ケーブルレーシングは、伝統的には、ワックスをかけたリネンで作られた細いコードを使用して、ロックステッチを繰り返すことでケーブルを結合する。ナイロン、ポリエステル、テフロン、グラスファイバー、ノーメックスなどの最新素材で作られた、フラットレーシングテープといった。 ノットの保持を改善するために様々なコーティングが施されている。広範なケーブルレースを施したパブックス自由端を固定するためホイップノットまたは他の結び目で始まり終わる。ハーネス全体の直径に対してラップを配置して配線をきちんとした綺麗な束に保つようにしてから両端をきれいにトリミングする。継続的なまたはランニングレースに加えて 様々な状況で使用される、様々なレースパターンがある。場合によっては、スポットタイと呼ばれる独立型の結び目も使用される。電気通信用途で構造体を支えるための大型ケーブルとケーブル束をロープで固定するために、シカゴステッチとカンザスシティステッチという二つのケーブルレーシングスタイルがある。組織では、ケーブルレーシングが準拠する必要のある、社内基準を持っている。 例えば NASA は NASASTD-8739.4 の第9章でそのケーブルレーシングテクニックを指定している。ありがとうございます。